筑部島、筑部島は、琵琶湖の北部に浮かぶ島。全域が、滋賀県長浜市の早崎町に属する。琵琶湖国定公園特別保護地区、国の名称及び史跡に指定されている。津浦尾崎の南約2キロメートルに位置し、琵琶湖では、沖の島に次いで、大きい島。島全体が河口岩の一枚岩からなり、切り立った岩壁で囲まれているのが特徴である。 新葉樹で覆われた中に自社が点在する風景の美しさで古来知られ、琵琶湖、八景、1950に新緑地区部島の位へとして選ばれている。島周辺の固定は深く、西側付近は琵琶湖最深部である。最後部付近には三島三角点、基準天地区部島、標高197が置かれている。島の南側に港が一箇所あり、 夏季、交通アクセスの項目にある各校からの航路がある。自社と数軒の土産物店は港の近くにある。自社関係者並びに店舗従業員はいずれも当該から通っており、夜間は無人島となっている。2015年平成27年12月18日、滋賀県教育委員会は、畜部島の田ブの木林を滋賀県天然記念物に指定した。 北側の対岸である津倉尾崎の沿岸や、筑布島との間には、固定遺跡、津倉尾崎固定遺跡がある。最大で水深70メートルほどの固定から、漁師の網に引っかかるなどして、約140点もの弾き、末期や動機が、ほぼ原型をとどめたまま引き上げられている。これらの製作年代は、縄文時代早期から、弥生時代、さらに中世まで幅広い時代に及ぶと、 考えられている。遺跡の形成過程については、津波などで集落が水没した、船が沈んだ、祭祀として沈められたなど小説ある。水深や水流に阻まれ、人間による潜水調査には限界があるため、ロボットによる探査が計画されている。このような遺跡は、世界でも類がなく、沈積原因は今なお大きな謎に包まれている。古来。 信仰の対象となった島で神の住む島とも言われ、奈良時代に、行木商人が四天王像を安置したのが、筑部島信仰の始まりと伝わる。南部には、筑部島神社、筑部島神社、法岩尾寺、西国三十三所三十番がある。筑部島神社は、明治の神仏分離令に際して、弁祭天社から解消した。筑部島は、神仏一体の聖地であったことから、 分離の際には少なからず混乱があったようである。ちなみに、筑部島弁祭店は、江島神社、神奈川県江ノ島、五福島神社、広島県、五福島と並んで、日本三大弁天の一つに数えられる。戦国期には、大見国をたり上手であった、浅井久政、浅井長政の父が、長政への家徳以上をもくろむ、家臣団によって一時的にこの島に遊兵され、 隠居生活を強要された。琵琶湖沿岸を本拠地とした織田信長が参詣したことが記録されているほか、法岩王子は豊臣秀吉とのゆかりが深い。近代には宗教家の大石織真君が琵琶湖の地区武踏は人類発祥の地であると主張した大石織真君全州1923年国家社、畳彦命。 いぶき山の神が、名で、浅井武氏、現在の金草岳の神である浅井姫命と高さを、競い、負けたたた、三彦命が起こって浅井姫命の首を切り落とした。その首が、琵琶湖に落ちて、畜生島が生まれたという。金草岳、標高1317メートルは、滋賀県2位の後方で、最高峰のいぶき山、標高1377メートルは、 畜部塔の高さを差し引くと本当は二番目だったというわけでる。畜部塔神社には浅井姫命も祀られている。坂の上の田村麻呂伝説のうち坂の上の田村麻呂の東西端をモチーフにしたおとぎ草子、田村倉庫では、琵琶湖の畜部塔の部材いは、田村丸とちぎりを結んだ鈴鹿御前の化身とされる。おとぎ草子、鈴鹿草子でも鈴鹿御前は、 畜部島部財典として採短している。中世には畜部島は西日本の地震に関する聖地とされていた。経蘭重要集によれば畜部島は大地の最も深い場所である金輪材から生え出た混合宝石の柱であり仏壇が昇格した時に座していた混合座である。ゆえにこの地の本来の地主権限は釈迦如来であるとしている。また、 島には、弁の岩屋と呼ばれる流血があり、そこから現れる竹部明神という魚竜、大ナマズが島を七、巡りするようにトグロを巻き、尾を加えて島を沈めているという。中世には、水晶林の島とされ、平家物語や、原平清水記などに登場する。慶乱重要集では、船で近寄ると、リアンリアンと響く島とされている。畜武島は、 古くから信仰の対象とされたことから、脳の演目や、閉曲や金星法学の楽曲でも取り上げられている。2016年、平成28年4月25日、文化庁は、日本遺産、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産、水の文化の構成要素として、他5県を、それぞれ追加認定した。人が往来する場所は、島の南の一部に限られており、 それも定期船が発着する港と、そこから、すぐのところにある数点の土産物店と自社に集中している。終日無人の北部には川う、川う、川う、の大規模なコロニーが形成されている。その数は、約2万羽にも達し、憤害により、危機のほとんどを故死させるという景観被害を及ぼしている。今日では、緑樹園沈んでと、 洋曲で歌われた有志日の畜舞踏の姿を見ることはできない。水質の汚染も北側で特に顕著。近年では南側にも噴害の影響は及び始めている。このような深刻な状況に滋賀県も対策に乗り出し、映像妨害のために樹木にロープを張ったり、爆音機や目玉風船による威嚇といったことがなされ始めた。また、2004年度からは、 有害鳥獣駆除が実施され、もう一つの滋賀県内での主要な川植え装置である、大見八幡市の伊崎半島地区と合わせて年間1万枚以上が駆除されている。2007年6月2日には、安倍晋三総理大臣が、加田幸子県知事らと共に、長浜港より、区部島へ向かい、川上の被害を視察している。2008年度、滋賀県は重機による除を見合わせたが、 その結果、生息数が約6万羽に激増。2009年には駆除の再開を余儀なくされた。筑部島に上陸した後、桟橋及びその周辺の土産物店、飲食店までは無料だが、方岩はおじ、筑すま神社境内に入る場合は配管料が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。